経平、論語中祖、カーン、論語集下、学児論語を守る霊校論語八抜孔屈湿度の論語、論語は、孔子と彼の皇帝の原稿を、孔子の死後、弟子たちが記録した書き物である。孟子、大学、中央と合わせて、朱子学における、四書の一つに数えられる。四書の一つである、孟子はその原稿の主の名が署名であるが、論語の署名が、論語である。 その由来は明らかでない。別名、林語、和語、園授業とも言う。これは、南朝張の学者の功、ただしの著作、論語義書によると、関代の提言という学者が論語を持って、政務を経輪することができる書き物だといったところから、林語という語が出現し、またその解くところは炎天極まりないこと者輪の語としというので、和語というと注釈し、 円授業については鏡を引用して、鏡はいくら大きくても一面しか照らし出さないが、玉は一寸四方の小さいものでも、上下四方を照らすものであり、初夏の学説は鏡のごときもので一面しか照らさないが、論語はまさに円通極まりないものである、というところから、円授業というと解かれている。成立、論語は、春秋時代を生きた孔子とその弟子たちとの原稿力で、ある。 時代が下り、旗の始皇帝は、儒教弾圧のため噴書工事を行い、論語本文は失われてしまった。しかし、生き残った儒者が交渉で内容を伝え、これが現在の論語の原型になった。また、孔子の子孫である罠暗国は、自宅の壁の中に隠されていた論語を発見したと称して、新しい系統の論語本を加えた。前漢時代には、儒者たちが、 経定,定のために論語を編纂し、今に伝わる論語が完成した。このような来歴があるため、本文には殉職が含まれており、すべてが実際の孔子の言動というわけではない。古代、中世、論語は、故郷のうちには含まれないが、公共と並んで必読とされる書き物であった。元詞家訓弁学編には、乱世では貴族の地位など役に立たないが、論語、 公共を読んでいれば、人を教えることができると書いてある。近世南宋の趣旨は、論語を、申し、大学、中央と並んで四書と定め、総学ではこれをテクストとして重視し、科挙の出題科目にもなった。趣旨は、新中と称される論語への注釈、論語失中を表し、時に強引な解釈をしながら新たな哲学体系を作り出した。 同時代の陸宮淵や民の王陽明は、朱子学を批判しながらも大きな影響を受けて陽明学を創始した。東アジア古代に朝鮮や日本など周辺諸国に伝わった。日本では飛鳥時代にはすでに伝来していたが、平安時代には漢石の一つとして貴族の間で読まれていた。五三文学の僧侶たちは仏教に紛れて伝わった朱子学を学んでおり、 徳川家康のよう、江戸時代には、藤原聖華や林修羅山、山崎安彩らが、朱子学を普及させ、一方で、伊藤仁斎や尾牛宗来といった古学者たちが、朱子学の解釈を批判し、新たな注釈を作っていた。また、町人たちは寺子屋などで儒学を学び、石田梅岩のような思想家も現れた。 明治時代以降は徐々に廃れていくが、渋沢栄一は、論語とソロ版や、論語講義で、企業活動にも、論語の道徳が必要だと説いた。ビジネス書や、自己啓発書などとして、現在でも読まれている。注釈としては、伊藤仁斎の、論語講義、お牛宗来の、論語印がある。近代の東洋史、東洋哲学での研究には、津田総吉、 論語と孔子の思想、竹内義雄、論語の新研究、宮崎市定、論語の新しい読み方などがある。西洋ヨーロッパでは中国大陸で布教活動を行っていたイエズス会の宣教師により大学、中洋と共にラテン語に翻訳され、17世紀にフィリップ・クプレによって出版された。中国の哲学は死のわずりの一部としてフランスのボルテール、 シャルルド、モンテスキュー、ケネイといった思想からに大きな影響を与え、啓蒙思想の発展に寄与した。ドイツのクリスティアン・ボルフはこれに大きな影響を受けドイツ関連論哲学の原型を作り上げた。論語の注釈も参照。論語には伝統的に複数の注釈書がある。現存最古の注釈書は、ギノカーンがまとめたとされる論語集下である。ただし、 三国島気球のカーンの列伝には変算したことは書かれておらずどこまでカーンの解釈か難しい。南宋の主機は独自の立場から注釈を作り、論語失注としてまとめた。江戸時代以降の日本でも、もっぱら真鍮が用いられたが、朱子学の論語解釈を批判する形での論考に、伊藤人斎論語古儀、お牛宗来、論語印がある。 それらの注釈書が作られる前の館内には、論語は三つの伝承流派によって伝えられており、露地方で伝承していた、露論語、聖地方で伝承していた、サイロン語、孔子の旧家の壁の中から発見された古文の、コロン語、以上三つの、論語があった。三論はそれぞれ辺の数や順序が異なっていた。全巻の、蝶が、露論と、サイロンを統一して、長光論を作った後、 五感の提言が、ロンを中心に三論を統一して注釈書を作った。この提言の注釈書は現存しないが、これが以降の論語のもとになった。寛大以降は、北平設計などの設計にも刻まれて伝えられた。1900年代以降、伐甲屈をはじめとする頓光、トルファン地域の遺跡で、上記の提言の注釈を含む、東大の 論語の写本の断片が出土した。1970年代、河北省の定州官房から、全館の紀元前55年以前に書かれたと推定される論語の地区官が出土した。1990年頃、北朝鮮平安市郊外の落朗区域にある遺跡から、紀元前45年の落朗軍のものと推定される論語の地区官が出土した。この出来事は、 2009年頃から国際的に知られるようになった。2016年、厚生省南昌市にある遺跡会倉公墓から、寛大当時のサイロン語と推定される地区間の断片が出土した。2020年、注釈書の一つ、論語儀書について、6から7世紀初めに中国で書かれたと見られる最古級の写本が日本で見つかった。512に区切られる短文。 長文が全10巻20編の中にまとめられる形で収録されている。編の名称は各編の最初の2文字を取ったものであり、章によってはその章の内容のことを言う。全10編を常論、50編を可論と呼んで区別したりもする。論語は学問に関する章が多く取り上げられており、学以外にも社会秩序などに関する内容も取り上げられている。 内容は解釈の遺憾によって異なる。本文には今では使われていない単語や意味の分かりにくい部分や解釈の分かれる部分があるため読むためには注釈に頼ることが必要である。注釈は古注や新中、それ以外の注釈など多数ううあり、それぞれ内容が異なる。中によって解釈が全く異なり、訓読文や現代語訳もどの注釈に従うかで変わってくる。 そのため、以下の内容はそのまま本文に書かれているというわけではないことに注意が必要である。学時第1全16章。異性、第2二禅24章。八代三二26章。里人第4二26章。高野町第5二27章。陽成、第6二28章。十辻第7三37章。大白第8二21章。 士官第9前30章。教頭第10前18章。先進第11前25章。岩炎第12前24章。白第13前30章。検問第14前46章。守る霊光第15前41章。騎士第16前14章。葉花第17前26章。保野五第18前11章。 小針第19前25章。行曰枠第20前3章。ありがとうございます。